ジャスクサバレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、ジェットベイカーのレコードを紹介いたします。こちらに立てかけてあります。今日はですね、このちょっとイラストなんですが、こういったレコードです。はい、アルバムタイトルはですね、クールバーニーというタイトルですね。それで、With the Chet Baker Quintet。クインテットですので、5名ですね。ピアノトリオ、それからベイカーの、この場合ですね、後ほど説明しますけども、ベイカー、それからもう一人、テナーサックスが入ります。ジョージ・コールマンが入ります。はい、それでこのレコード、いろいろこの、お伝えしたいことがあるんですけれども、ジェットベイカーの中では意外とですね、この見逃されるようなレコードかなと思うんですね。ジェットベイカーにこのプレスティジというレーベルですね、三大レーベルの一つ、ブルーノート、リバーサイド、プレスティッジ、ジャズの三大レーベルですね。そのプレスティジというレーベルに、まあ、ジェットベイカーはなかなか結びつかない、そういうイメージですね。プレスティジというと、どちらかというとモダンジャズに限っていうとハードバックの印象があります。ですけどジェットベイカーはやはりウエストコースト出身なので、パシフィックジャズとかですね、そういったことが連想されますね。あと、まあ、ニューヨークではありますけれども、リバーサイドというイメージなんですけれども、このプレスティジというところから出しているということが今日の、まあ、お伝えしたいことの一つ。その理由がですね、たびたび私申し上げてますけれども、ジェットベイカー、まあ波乱の人生だったわけですけれども、このレコード65年です。1965年の録音です。なんて言いますか、もうジャズの歴史の中ではなんて言いますかね、このハードバックも終わって、それからフリーも出てきたけどマンネリ化してきて、それから、まあ、後にジャズファンクと言われる部門とかですね、近づいてくると、なんとこの、スポットに入ったような時代だと思うんですけれども、ヨーロッパへ、アメリカにいられなくなってヨーロッパへ行きますね。でヨーロッパはヨーロッパでまだいろいろあるんですけれども、それで1960、あのアルバムは61年ぐらいですかね、チェット・イズ・バックっていうのをイタリアで録音します。有名なレコードですけども、チェット・イズ・バックっていうぐらいですので、まあ、復活という意味ですね。その前2年ぐらいのブランクが あります。ドラッグですけれども、それで1964年にですね、彼はアメリカに帰ってきます。そのアメリカに帰ってきての一つの彼にとっては重要なセッションだったわけですね。65年の前の64年はライムライトというレベル、まあ、マーキュリーレコードの合計レベルですね。ライムライトというレベルからベイビーブリーズというレコード、それからビリーホリデーの、関係する歌とプレイをですね、ベイカーズホリデーというのを、これもライムライトというところからリリースします。その翌年にこのクールバーニン、それでこのクールバーニン、この最後にこのアポストルフィエスじゃなくて、このコンマがありますね、ここに。これはですね、一連の
マラソンセッションの一つなんですね。マラソンセッションといえばマイルズ・デイビスがコロンビアレコードに行く前のプレスティジで、もう駆け足のごとく1956年の5月と10月にですね、リラクシング、クッキング、ワーキング、スティーミングですか、この4枚出しました。おそらく約10年後になるんですが、それになぞらえてこのプロデューサーは考えたと思うんですね。チェット・ベイカーが復活したと、それで、また再度売り出してやろうという、そういったプロデューサーの意向がですねあったかと思うんですね。それで、クールバーにありますけども、他にですね、このライナーノーツのここにも書いてあります。5枚あるんです。マイルスは4枚だったんですけども、チェット・ベイカーは5枚のマラソンセッションをやります。それが1965年の8月に3日間かけて集中的に録音するんですね。8月23、25、29とですね。それで、ここに書いてあります。最初に、まあ録音は3日間なんですけれども、リリースですね。リリースを、まあ、順番にやっていくということで、最初スモーキン、それからグルービン、それからカミンオン、それからこのクールバーニン、この後バッピンというのを出します。これはクールバーニンの時点なので、その、スモーキン、グルービン、カミンオンの3つのことが書いてありますけれども、これが4枚目。この後にバッピンというのがリリースされます。この5枚が3日間かけて、彼は一生懸命吹いたということなんですね。それで先ほども、後ほど申し上げると言いましたけれども、トランペットでないんですね。このマラソンセッション、すべてジェット・ベイカーはフリューゲルホルンを吹いてます。ですので、この、なんというか、柔らかい感じの音色ですよね。はい。彼のフリューゲルホルンも非常に美しいですね。はい。それでですね、先ほどプロデューサーのことをいろいろ、プロデュースのことをいろいろ言ってましたけども、このプロデューサーというのがですね、ここにあります。ちょっと細かいんですけれども、リチャード・カーペンターというプロデューサーなんですね。このリチャード・カーペンターというのが、このマラソンセッションの仕掛け人なんですけども、これがですね、ひどい人なんですね。チェット・ベイカーが書いていました。ある、その、他のレコードの中の一節もだし、まあ他の、自叙伝っぽい下りでですね、このマラソンセッションのこのことに関してですね、リチャード・カンペンターのことをすごくこの非難していました。つまり一切ジェット・ベイカーにはですね、このギャラを払わなかったらしいんですね。もう一銭も彼には入れなかった。それにこの企画自体もですね、もう勝手にリチャード・カーペンターが決めてしまった、そんなことが書かれてました。それでジェット・ベイカーはこの後どうしたかというと、もちろんこれはニューヨークなんで、東海岸での録音なんで、もう彼はもう嫌気をさしてですね、西海岸へ、またロサンゼルスへ彼は行きます。それでまた西海岸で、まあいろいろちょっと録音して、それでまた事件があって、それでまたブランクがあると、3、4年ブランクがあるとですね。それで、CTI の以前お届けしました She was too good to me で復活すると、その復活、彼がまた復活するのにいろいろサポートしてくれたのがリジー・ガレスピーなんですけれども、それで今日お届けするのはですね、そういう意味もあったかもしれませんね。そういう意味ではないですね。それより前なことなんですからね。でも私はこのリジー・ガレスピーの
曲をやってる「Awaited for You」というジジー・ガラスピーが作った曲で、彼が楽団で吹いてた、演奏してた「Awaited for You」、あのアート・ブリケン・ジャズ・メッセンジャーズも、やってます。はい、その「Awaited for You」を今日はお届けしたいと思います。はい、ではこの65年の1年間だけだのだったんですけれども、このマラソンセッション、彼のマラソンセッション非常にいいです。もうハードバップに挑戦してるっていう感じですね。はい、では今日はこの辺にします。じゃあざいよ。Thank you.